潜水博は、千葉刑務所で、獄中車組合を結成した人物。千葉県木更津市生まれ、千葉県立木更津第二高等学校を2年で、中退後、職を転々とする。1960年、仲間と二人で、会社重役の妻を刺殺し、1万5千円を奪った、事件で逮捕された。潜水は、無期懲役が確定し、千葉刑務所で服役した。模範州で、 仮釈放目前だったが、同じ刑務所の囚人が病気で吐血して苦しんでいるとき、監視を人質にとって、医者に見せろと要求をした。この行動が、同じ刑務所にいた野村修介らにより、ミニコミ師や口コミで、千葉刑務所に、潜水ありとの噂が広まり、後の統一獄駐車組合の結成につながった。この件を受け、朝日川刑務所に移送されたが、 そこでも模範州で管理側、囚人側双方の信頼を得ていた。1977年9月28日に起きた脱下日光機ハイジャック事件では、強盗殺人犯で、思想的背景や日本赤軍とは関係なかったが、極中者組合の結成が反体制行動としてハイジャック犯側に評価され、釈放要求リストに指名される。日本政府は当初は潜水を 死相犯ではなく刑事犯である理由から二人の釈放拒否の方針を持っていたが、ハイジャック犯に拒否をされ、釈放対象となった。その後、日本政府によって、長方期的措置によって釈放され、日本赤軍に参加。潜水は、喜んで出国したわけではない。当局に、自分で判断せよと突き放され、一人でも犠牲が出たら、後悔するのは、私と考えた結果だった。 その後、国際手配された。日本赤軍合流後は、パレスチナの人々の間で人気者だったという。北島サブロの歌を持ち歌にしており、北島が1985年にシリアと日本の文化、交流事業で同国のボスラーでコンサートを行った際、鑑賞したパレスチナ人たちは、潜水の歌を歌っていると思い込み、北島はどうしかと。 日本赤軍に問い合わせたというエピソードがある。1980年代半ばから日本赤軍の方針により拠点をフィリピンに置き山口登るの名で貿易省として現地に溶け込みつつ丸岡治への偽造パスポート提供など日本赤軍への兵坦活動を担うなどしていたが1987年11月21日に丸岡が逮捕されたことから 沖縄の協力者が割り出され、1988年6月8日、フィリピンにて、旅券法違反の容疑で逮捕された。1995年3月、1977年の釈放前の無期懲役に、旅券法違反の懲役2年が加算された。2020年3月22日夜、服役していた岐阜刑務所内で、心肺停止の状態で見つかり、 病院に搬送されたが、27日に死亡した。83歳ボー刑法により、無期懲役の時効が20年あったことから、20年、逃亡すれば無期懲役がなされなくなる恐れがあった。しかし、釈放から約10年8ヶ月後の1988年6月7日に、フィリピンで、旅券法違反で逮捕され、日本へ送還されて、交流となり、刑の時効は、 不成立となった。1995年3月、逃亡前の無期懲役に、旅券法違反の懲役2年が加算された。ありがとうございます。